ややパンチにかけるカードの優れた部分を誇張して、さも評価 S カードかのごとく解説していくことである。大会の征服者、ロジャー。これ強いっすね。アクセラレートで突進トークン1体を出し、登場時に灰を回収する実質2コストフォロワー。進化時突進トークン1体を出し、財宝効果をリーダーに付与するんですけど、これ強いっすね。最大に注目すべき点はやはり進化時に発動するリーダー付与効果でしょう。継続的な打点形成が容易となり、報酬を絡めての疑似 OTK といった既存パターンへの依存度が下がりました。汎用融合札のスタン落ちにより両腕をもぎ取られた財宝札の規定値使用問題に関しても、このリーダー効果付与はまさしく天の恵みであると言えるでしょう。また単純に本体のみで換算したスペックも非常に高水準であり、効率の良い連携換算や回復手段の調達とロイヤルが一歩届かなかった要素を的確に埋めてくれる逸材であると言えます。富、名声、力のみならず HOR 環境を手に入れるまでのカウントダウンもまさに秒読み、弱いわけがありませんね。絶対に強いです。セレブレイトゴーレム。これ強いっす決勝2でスタック兼継続回復設置、登場時に AOE と大幅ゲインをこなす秘術強化札なんですけど、これ強いっすね。おそらく主な用途としては決勝が持つスタックの確保と継続回復になるでしょう。登場にスタックを要する後続札をアクティブにしながら、テンポ放棄に伴って生じる被弾を緩和させます。そもそもギルネリーズがスタン落ちした今環境では回復の有無というだけで一定の評価に値し、発動に特別な条件を要さない同カードは中でもひときわ光る原石として評価できます。大量のエコひいきを受けたアーキタイプである時点で公式からの優遇具合が透けており、このカードが弱いわけないという事実はもはや強固なものです。どう考えても弱いわけがありません。間違いなく3枚使います。天輪の魔人。これ強いっすね。進化した回数が5回以上であればターン開始時直接召喚、登場時リーダーを回復し、ラストワードで1コストデカ天輪をデッキに加える突進なんですけど、これ強いっすね。やはり特に目を引く点はラストワードでデッキに加わる重々天輪でしょう。マナリシオ換算で目玉が飛び出る点は言わずもがな、ボルガスといった疾走不要札との併用で致死量のダメージをお手軽に生成することができます。また直接召喚を返さない本体プレイからでもコンボへの布石を整えることはできますね。OTKが難しい進化軸という観点から見るのであれば、勝敗に寄与しやすい面形性のパラメータを補完できる札としても評価できるかもしれません。近年稀に見るまさしく壊れと呼ぶにふさわしいカードであると言えるでしょう。間違いなく最強です。弱いわけがありません。シャインクリスタリアリリー。これ強いっすね。登場時リーダーを2回復し、進化時相手のフォロワー1体をスノーマンに変身させる疾走に対するデバフを自ターンまで持つエルフ版極光の天使なんですけど、これ強いっすね。まさしくトップティアを駆逐するために釈放された猟奇犯です。ゴースト軸を1枚で完封できる点は言わずもがな、その他にもマナリア結晶とその効果が及ぼす範囲は環境全土と言っても過言ではありません。環境の勢力図がエルフ一色に塗りつぶされる未来は明白であり、反旗を翻す革命のゴングはまさに今鳴らされました。これからは変身への対策を要さないデッキは全てエルフの駆逐対象となり、雪だるまと打天使の交互欲で淘汰されるのは火を見るよりも明らかでしょう。弱いわけがないですね。総員スタンディングオベーションで大拍手です。渾然の総曲フラムグラス。これ強いっすね。能力で選択できない守護、登場時2体を実質的に行動不能とし、ラストワードでフラムとグラスを1体ずつ出すんですけど、これ強いっす
すね。強化するべき点はやはり攻防一体となった高い水準のファンファーレにあるでしょう。雑に評価できる盤面への干渉能力を持ちながら、常在スペックとしても守護を持つため無視を許さない理不尽への付き添いを強いる。昨今のトレンドである変身効果に対してもすでに交代を獲得済みです。またラストワードで生まれるトークンも放置イコール敗北を招くため、1枚がもたらす情報の量で言えばまさにトップクラスに当たる。もちろんギミックが1枚で完結することから特定札との親和性を評価することは難しいですが、その汎用性が今後環境の一角を担うであろうことは容易に想像がつきますね。文句のつけようがありません。間違いなく最強です。というわけで今回はアディショナルで追加されるカードの事前評価でした。ありがとうございました。